もううちの近所で、チョモちゃんこればっか買ってるからもう、品切れなんですよ。くるくるチョモチョモ。くるチョモチョモ。今日はいい日だね。サナちゃん、またあの技やって、くるぶしです。でも通算6回ぐらいは言ってますよ。うまく結構までこぎつけれたらいいね。今日何しますの？はい、今日はですね、クルチョモでやったら面白いんじゃないかっていう、ゲームを。何かな？エッチなゲームかな？エッチなゲームがいいな俺は本当は。まあ人生がゲームですからね。アナルに入れたエネマグラ。はい、ですね。このゲーム、すごく今話題になってるらしくて、じゃあ、今回ですね、紹介するのがこちらです。はい、じゃーん。コリドーダイフランス生まれのアナログゲーム。アナルゲーム。アナルゲームではないですけど。フランスのアナルゲーム。フランスってアナルってアナルっていうのかな。あ、なあ。ごめんね。中学生の陶芸、コリドールというゲーム。エロい名前ですね、コリドール。コリコリドルドル。ごめんね。クリオナ。ごめんね。今すごく人気で、サイトによっては2万円ぐらいで売ってるらしい。うん。それぐらい今流行ってるみたいなんですよ。一瞬で見る目変わった。中開けてみます。はい。すげえ。板チョコ入ってた。だいぶ大きな板チョコな感じ。まあ、これと、お、なんか巾着が。これが、プレイヤーの駒ですね。駒。あ、これがチョモちゃん。これが俺。よろしくお願いします。で、この札みたいな感じ。これがね、いっぱい入ってるんですね。で、どんなゲームかっていうと、交代交代で、一マス進めるか、相手を妨害するか、どっちか。これはね、どこにでも好きなとこに置いていいらしい。なるほどね。二マス分あるんや、これ。大きさが。そうです。完全に。閉じ込めるのはなし。なし。札は、二人対戦の場合は、一人10枚まで使える。すれ違っちゃった時は、後ろか、斜め。ならいける。妨害とか避けながら行って、先に相手の方についた方が勝ち。なるほど。結構頭使うゲーム。わかりました。以上のルールで。やっていきましょう。レディーゴー。レディーゴー。最初は。始め！じゃんけん。ほい。はい、ご一緒。はい。どちら先行ってこと？あ、じゃあ、だ選べるんですけど。なるほど。じゃあ先行でいきます。先行でいきます。先行でいいの？はい。じゃあ。はい。はい。いきなりだ。ごめん。クルチョモ史上一番静かな動画完全に早送りやるね。そうですね。あ、飛び越えれんの？飛び越えれます。あ、そういうこと。うわ、俺、そのルール知らんかった。避けるしかできない。飛び越えれるんや。飛び越えられます。すれ違っちゃったときは、後ろか、斜め。なら、いける。もう一回いきます。いや、とりあえず。ちょっとじゃあこれでもう札なし。なるほどね。これな。勝てるじゃん、そんなもん。もう一回やりたいな。ちょっともう一回だけ。最初はグッズ。始め！おい、あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。ああ、そう。行かせていただきます。はい。ディディー！
その褒め方もいいのね。分からん。多分大丈夫だ。閉じ込めてないから。なるほど、なるほど。そっかそっか。オッケーオッケーオッケー。ピリーン。なあ、勝ちました。これ、うん、これ4人でやったらめっちゃおもろいな。あー、そうだね。これは、うん、2人でこんだけおもろいってことは、うんうん、4人うちめっちゃおもろいね。そうだね。な、4人の場合だと5枚しか、うん、5枚ですね。そう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 。いや、今度あれや、中原くんとハルちゃんジョリーと 4人でこれやろう。面白いですよね。いや、おもろおもろ。解散どこ、これ。今回はですね、コリドールという、アナログゲームを2人で遊んでみましたけど、あの、頭も使うし、あの、割と簡単だし、ね、ほんまにね、うんうんうん、あの、戦略性もあるし、あるある。なんか今、やっぱり流行ってるらしいんで、気になる方はぜひ、あの、Amazon など。あ遊びすぎだな。遊びすぎの乳首されてる。2人から4人、うん、3人でもできるのかな、うん、できるね、あの、楽しいと思うんで、ぜひ遊んでみてください。今日は、フランス生まれのアナログゲームコリドールの紹介でした。ありがとうございます。絶対お尻に入れちゃダメだぞ。で、これあれ負けた方がまだ1週間2エライトの動画あげるの。本当にあのツイッターの方、あのツイッターで見てる方はあれですけど、 YouTube でみんな見てないと思うんで。いや、ツイッター遡る、お前らマジで。ほんま、そして、ま、ちょっともうフォローせえ、いいかげん。本当だよ。な、何人だ今。94人です、ね。おお、あ、ちょっと増えてんな。そうです。ちょっと増えてんね。